どうも、おちんです。さあ、今日もメガトン級武蔵やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は超ド級ミッション、攻略していきましょう。こちらはミッション。今日やる超ド級ミッションは、真ん中のところですね。これ、空を切り裂く翼です。ちょっと慣れてないと、時間が結構かかるんだよね。時間結構かかります。でも慣れてしまえば、むちゃくちゃ早く倒せるので、簡単です。メガトン級でやっていきましょう。それでは始める前に装備を紹介していきます。今装備してるのがガウディアセットだね。すべて黒でマジンガー Z みたいな感じになってます。で、ガウディアセットはセット効果で、クリティカル攻撃のダメージ、そしてクリティカル率、これがアップします。かなり攻撃寄りの装備になってますね。それに拡張でクリティカルダメージもう全部、入れ込んでる形になりますね。これが俺がつけてる防具です。で、マンタを倒すのに重要なのが武器ですよね。武器、これがおすすめです。マッドブレイカーだね。でかい敵にはもう間違いなくこれをつけてればいいです。もうこれが間違いない。うん。まあ、マンタは、射撃のパワーが弱点となっているので、射撃パワーのマッドブレイカー用意してください。で、マッドブレイカーは弾数が6。ちょっと少ないのでね。6発しか入らないので、拡張で射撃武器の総弾数、これを上げるやつ、三つともこれで間違いないと思います。入れておいてください。で、そして、雑魚も出てくるので、近接のね、雑魚破壊用の装備、これもつけていきましょう。まあ、雑魚は倒すことはないんだけどね。でも一応、ボスがね、呼び出しちゃった時の場合を考えて、一応持っていきましょう。基本的に、いらないと思います。マッドブレイカーだけでいけるかな。では、行ってみましょう。それでは、マンタですね。まずは、後ろの左足をターゲティングして狙っていきましょう。とにかく攻撃をして、で、このね、アイシクルミサイル。これが重要です。アイシクルミサイルと通常攻撃で、まずは、飛び立つ前に足を破壊しましょう。で、すぐに移動して逆の後ろ足、ここを狙っていきます。このマッドブレイカーがある程度距離取らないと全部当たらないので、ある程度距離を取って打ち込むようにしてください。で、次は移動して前足だね。前足を狙っていきましょう。じゃあ通常攻撃の合間合間に、このアイシクルミサイル、これをね、打つようにしていってください。よっしゃ。はい、こんな感じです。早いよね。うん。敵を飛び立たせると、ちょっとめんどくさくなるので、飛び立たせないように、立ち回るのが重要です。まあ、壊す順番っていうのが重要かな。一番最初が、後ろの左足。で、後ろの右足で、右の前足。その順番で壊していくと、早く倒せると思います。めちゃくちゃ早いね。何秒ぐらいだ ?56 秒。ちょっと遅いね。ベストタイムは40秒です。これぐらいで倒すことが可能だね。そして、今の戦いをするのに重要なポイントがあります。それがね、パイロットです。パイロットの能力がめちゃくちゃ重要になってきます。で、一番重要なのが、レイジの、これ、驚異的な集中力だね。射撃攻撃が命中するたびに TP が 0.5% 回復する。これがないと必殺技を連発することができないので、早く倒すことができません。なので、このスキルは絶対につけていくようにしてください。このスキルがね、ちょっと、覚えるのがめんどくさかったような気がするんだよね。記憶操作の人をね、10人助けるとかそんなんじゃなかったかな。まあ、とにかくちょっとこれがね、めんどくさいやつなんで、
時間がかかるかもしれませんけども、かなり重要なスキルなので、取るようにしてください。まあ、レベル5じゃなくてもね、レベル3とか2とか、それぐらいでも、まあそこそこはやれるんではないでしょうか。まあとにかく重要なので、覚えておいてください。はい、ということで今日は、超ド級ミッション、マンタ G の倒し方、やってみました。まあ1分以内に全然、倒せると思います。まあ、早ければ30秒ぐらいでいけるんじゃないかな？おそらくだけども。まあ、あそこが多分だよ。多分、最強の遠距離武器が出そうな気がする。メガトン級で。まあ、とにかく全部入手できるようにやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。